津軽弁の一例津軽弁、または津軽方言は青森県津軽地方で話される日本語の方言である東北方言に属する津軽海峡の対岸である北海道の正崎郡も津軽弁の影響が大きい青森県内の方言は津軽地方の津軽方言と南部地方の南部方言に大きく分かれる両者はそれぞれ江戸時代の津軽藩と 南部藩の領域であり、津軽弁と南部弁の違いは明瞭である。境界は、平内町刈羽沢とのヘジ町マカドの間で、1キロメートルほどしか離れていない、両集落の間でも明確な方言差が認められる。このような方言差から、青森県民同士でも互いの方言がわからず、相互の理解が困難となることもある。これを逆手に取り、青森県のローカルテレビ番組には、 南部弁話者に津軽弁の意味を当てさせるようなクイズ番組も存在する。南部弁がいくつかの解放言に区分されるのに、比べると津軽弁の内部差は小さい。その中でも、半島だった広崎市付近は、敬語が発達し都会的な言葉とされる。また、日本海沿岸部にも特色が認められる。津軽方言一般は、敬語表現があまり発達していないが、 広崎城下で話されていた広崎方言だけは別で、敬語が発達し丁寧な表現が多い。現代でも、津軽の人たちは、青森市よりも広崎市の方言を、綺麗、常凡と評価し、津軽弁の標準語とみなしている。広崎方言では、ゴスや関東女子、ネサ、ネーハなどがついた丁寧な表現が女性を中心に、使われていた。現代では、 このような表現はほとんど聞かれなくなっている。共通語とは発音が大きく異なり独特の言い回しが多いため、日本語話者では難解な方言として有名である。津軽地方以外の人にはほとんど理解できないため、全国放送のテレビ番組では津軽弁に対して共通語の字幕をつけることが多い。津軽地方の医療現場で地元出身でない医師や看護師が 患者の津軽弁を誤認するという問題も起こっている。津軽弁を聞き慣れない人には外国語のように感じられることもあり、2010年には津軽弁とフランス語を聞き間違えるという内容のトヨタパスその CM が話題になった。よく知られた津軽弁の表現は下にある、動作、湯さである。長い文章を短く表現するという東北方言の特徴を端的に表しているが、 道行く人に、いきなり、土佐と言っても言葉が足りないため通じないと思われる。土ご作業具の、湯作業具の後の省略形であり、佐は、方向を表す助詞である。津軽弁の方言詩人、高木郷造の命日である10月23日は、津軽弁の日である。1988年に、今カッペイラを中心とする、津軽弁の日アルベべ司会が制定したもので、 毎年津軽弁による弁論大会などが開催されている。津軽弁は大和言葉をベースに当時北海道から北東北にかけて居住していたアイヌ人のアイヌ語が少し入っている。そのため津軽弁の単語の中には現在ほとんど使われない古語が点火したと見られるものがしばしば見受けられる。津軽弁の発音の特徴は他の東北方言。 北欧方言とおおむね。共通する津軽弁の5のアクセントにはある場所から高くなり、それ以降もそのまま高く続くという規則性がある。共通語のアクセントの場合はあるところから低くなるという特徴があり、低くなる。直前の箔をアクセント角と呼ぶ。津軽弁の場合は高くなった。直後の箔をアクセント角と呼ぶ。例えば。 雨は二拍目にアクセント角があり、抵抗と発音し、雨もは抵抗孔である。帯は一拍目にアクセント角があり、最初から高い高高。帯もは高高高。雨にはアクセント角がなく、単独では抵抗だが、助詞がつくと高音部が移動して、雨もは低抵抗となる。動詞の活用は、 基本的に共通語と同じだが、五段活用をする、動詞の、移行、野郎などにあたる形はなく、四段活用である。また、買う、習うなどの和行四段動詞が、かる、習るのように、ラ行四段活用やら行変格活用となることがある。一段動詞の命令型は、木木ろ、広げろのように、ロゴビを使うが、日本海側の西津軽軍では、木切れ、広げれのように、 で、語尾とすることがあり、秋食べにや北海道方言と共通する。作業変革活用のするは、未然型では、シねや、または、さねや、終始型は、シまたは、シる、家庭型は、せば、命令型は、しろ、または、しれせ、せとなる。形容詞は、終始形語尾が、連母因融合を起こした形。例えば、赤いなら、あげ、あが、 五感となっており、それ自体は活用しない。連用型は、あげあぐ、家庭型は、あげ、あばとなり、五感に、直接、ぐ、ばなどの設備字をつける。仮活用は発達しておらず、過去形、赤かったはアア、あげあくてあった、あげあふてあったという。南部弁で仮活用が発達しているのとは、対照的である。形容動詞では、 連体型が、静がだ森となって、終始型と同型になる。また家庭型も、静がだら、あるいは、静がだ場のように、大なではなく、大なに統一された形となる。各助詞東京通語の、がにあたる、主語を表す、各助詞は使われず、無助詞で表す花祭だ。おにあたる体格も普通は無助詞だが、強調する場合には語度、ごど、ばなどを使うことがある。下げごとの、無。 係り助詞、葉も用いられず、雨あのように軽く母音が入る程度だが、強調する場合には、キャ、だキャがあり、和キャ行くのように用いる。共通語の、にに当たる語には、ね、と、さがある。さは、もともとは、へに当たる方向を示す語であったが、意味範囲が拡大している。先生さぶん性がさなる、順体助詞としては、例えば、行くのをやめるなら、行具の行動やめる。 行具のやめる、行群図やめるのように複数の言い方がある。行群図は、五所川原しを中心とした日本海側で使う。終女子、関東女子文末の動詞、形容詞について意味を強める、じゃがある。サビじゃ、関東女子では、さ、きゃ、の、な、ねがある。さ、きゃは、主に女性が使い、のは、男女両方、なは、主に男性、ねに、 巣をつけると丁寧になる。広前の年配女性では、ネスの変形、ネサ、ネハが使われ、上品な表現とされる。接続女子、カラに当たる理由の接続女子には、フルハンデのように、ハンデを使う。室町時代の京都で使われた、ほどにが、ほで、ほで、はでと変化したもの。南部弁では、スケを使い、津軽弁の、ハンデと対立する。は、 バテとなることもある。けれどもにあたる逆接規定条件の接続助詞には、バッテを使い、ドモなどを使う、南部弁と対立する。純接の仮定条件には、イクッテセバのように、セバ、ヘバを使い、逆接の仮定条件には、フルバ、タテのように、バタテを使う。一人称代名詞には、主に、和が使われ、他に、オラ等もある。和は、古語由来の語で、 対応する二人称は、なだが、なは、現在の津軽では、急速に衰退し、おめが使われるようになっている。和の複数型は、ワンダイ、ワンダジ、おめの複数型は、おめダジ。おちゃっ子机っ子のように、名詞に、子をつけて、親愛の意味合いを添えることが多い。東北方言一般に使われる、設備字である。 津軽弁は南部弁に比べて地域差が小さいが、広崎を中心とした中南地域と五所川原を中心とした西北地域とは五位等に若干の差がある。津軽弁は若者の間で少しずつ変化している。逆に昔からの津軽弁の意味をわからない人も増えている。ちなみに新しい津軽弁といっても津軽地方のすべての人に共通に利用し、 理解できるというわけではないので注意が必要である。友人との会話の一例。地域によっては多少の違いがある。1、おお、おめこったどんごでなあっちゃんず。2、ごしょがわらへん待ち合わせ東京などで、津軽弁、または東北弁というと、ペア、だっぺという語尾を想像されるケースが多い。これはこれらの語尾が著しく、田舎を連想させるためであるが、語尾に、ペア、 ダッペをつけるのは、茨城弁をはじめとする宮城県から千葉県にかけての方言であり、津軽弁で用いられるのは、ダベである。また、青森県出身で、津軽弁話者の吉幾三が、俺ら東京作業具だという歌を発表しているが、この歌の歌詞に登場する方言は、ステレオタイプ的かつ、共通語に近づけたものであり、正確な津軽弁ではない。吉幾三の歌であれば、 津軽が正確な津軽弁に近い。津軽弁には他の方言にも見られるように共通語に表現し直すことが困難な独特の表現が見られる。主に形容詞に見られ代表的なものにあずましい、しない、むっついなどがあるは出身地。この内青山、橋本、麻生は個々のラジオ番組にて時折ながら津軽弁を使っている。また、 津軽弁は、その独特な発音と表現により、文学作品の表現に使用されている。これは、琉球文学を例外として、本土の方言では、関西弁に次ぐ、数の多さである。アサリケータによれば、劇作家の加藤道夫は、日本で一番美しい言葉は、東北弁だと思う。あの柔らかな響きが、標準語だったら、日本におけるオペラと刺激の完成は一世紀。 早まっただろう。と語ったと言っている。ありがとうございます。